アーサー・ヒラーはカナダの映画監督。ある愛の歌で第43回アカデミー賞監督賞のノミネートを受けた。アルバータ州エドモントン生まれ。1947年に心理学の文学志望を持ってトロント大学を卒業。1950年に文学修士号を取得。また、1995年には名誉法学博士号が授与されている。 トロントの CBC 入社をした1950年代から小ビジネス界におけるキャリアを築き始め映画監督へと転向する以前は名日寄ったテレビ番組監督であった。これまでに映画業界のいくつかの代表職にもついており、1989年から1993年まで全米監督協会会長、1993年から1997年まで、 映画芸術科学アカデミー会長を務めた。第74回アカデミー賞で人道主義的な活動、事前事業への尽力が評価されて、ジーン・ハーショルと共愛賞を受賞。その他、2002年にトロントのカナダ名声の歩道入り、2006年にカナダ勲章受勲を果たしている。妻クエンんとは1948年に結婚。二人の子と二人の孫がいる。 2016年8月17日、老衰のためロサンゼルスで死去。92歳を打つ。ありがとうございます。